体育学部競技スポーツ学科1年の谷口義明です。まず朝は、9時に起きて、で朝食をとって、ま、授業の課題であったり授業の資料などを見て課題を進めて、12時ぐらいに昼食をとって、3時に自分で運動をして、7時に夕食を食べて、あとは、ま、その日の授業の復習であったり課題を進めたりして、夜は11時半ぐらいに寝てます。一番の理由としては、体作りの面で、ま、施設の充実さが一番の決め手で、ま、僕の個人の目標として、ま、トップリーグに行くのもそうなんですけど、誰もが予測できないプレー選択ができる選手になるっていうのが僕の目標なんですけど、ま、その目標に一番近づけるチームが東海大学のラグビー部じゃないかなと思ったんで、入学を決めました。まずは、まあ、少しでも外を出た後は家に帰ってきて必ず手洗いうがいをするのと、外出するときは必ずマスクをつけて外に出るようにしています。僕が中学と高校で悩んでたのは体作りでした。中学3年から今までずっと身長が変わらなくて、中学の時は体重が72キロぐらいだったんですけど、まあ、高校ではこの体重じゃ絶対体で負けると思ったんで、まあ、体重をどんどん増やして今は82キロあるんですけど、身長が変わらないのに体重を増やすっていうことは、それだけ体も重くなってしまうんで、で僕がバックスしているのでスピードを保ちながら体を大きくしないといけないっていう、その状況には結構苦しみました。僕は信じることだと思います。僕がそのラグビーをやってきた中で一番大事だと思うのが、その信じるっていうところで、チームそれぞれによってその試合に向けた準備の仕方っていうのは違うと思うんですけど、自分たちがやってきたことが絶対勝利につながるっていうのを信じてやらないと、どんな勝負にも絶対勝てないと思うので、信じることだと思います。ラグビー自体を考えるのが好きで、どのようなアタックをすれば相手のディフェンスの裏に出れるかとか考えるのが僕の得意な部分です。野球のイチロー選手です。チームとして強くなるのは、いいリーダーシップを持ったリーダーがいるチームじゃなくて、何かを感じれる力を持つフォロワーシップがある人間が多いチームが一番強いという言葉があるんですけど、その言葉がをきっかけにイチロー選手を好きになります。今、早稲田大学にいる長田選手なんですけど、山口大輝選手っていう選手がいるんですけど、 A 型です。好きな食べ物はうどんです。食べ物っていうか、僕マヨネーズが一番嫌いです。ハードワーク&ステイハングリーです。僕が高校3年間で一番大事だなって思ったのが、その謙虚っていうもので、何事も謙虚に一生懸命頑張れば最後は必ず結果がついてくると思うので、その言葉を信じて毎日やってます。よく真面目ぶってるって言われます。まあ、監督にもなんか真面目ぶってるって言われました。負けず嫌いなところと、自分が納得するまでは諦めないところです。僕が勉強も高校の時は一生懸命取り組んでて、クラスの中で5番以内には入ろうと思って一生懸命勉強してました。できるだけ A チームの試合に多く出場してチームの勝利に貢献することです。人に何かを伝える仕事に就きたいんですけど、その人に何かを伝えるためには、まず自分自身がいろんな経験をしておいた方がいいと思うので、日本代表選手として世界のラグビー選手と試合をすることなんですけど、まずはトップリーグでプレーしたいと思います。今は新型コロナウイルスの影響で家で退屈な日々が
続いてると思うんですけど、僕は目標に向かってその目標を信じて毎日コツコツトレーニングや勉強に取り組んでいるので、皆さんも目標を立ててそれに向かって一日一日大切に過ごしてください。